なんかやりきったっていうか楽しかったが勝ってて、なんか特に今日はね、まあ、昨日のこともあってすごいみんなの視線があったかく感じたし、いつも以上に。前ハードスケジュールだから無理しないでってありがとう。ちょっとね、今日ブログをね上げようと思ったら時間をタイム見直ししまくってたら、珍しく私が間違いの字ないか見直ししてたら時間が過ぎちゃってて、明日ブログに昨日の気持ちをあげるので読んでほしいし、また明日配信で、また明日の配信でそのいろいろね話したいのプラス髪型いいねチャレンジが溜まってるので、それを押させてもらおうかなと思ってて、あと映画飯投稿も今日遅いので明日まとめて投稿するので、明日は配信盛りだくさんになるので覚悟して見に来てくださいそんなすることないけど、明日は夜8時くらい、7時8時一番みんなが見に来やすい時間にしようかなと思っております。明日見に来てください。そして今日の髪型はストレートでした。今ねちょっともうボサボサやからくくっちゃったけど、ストレートで、なぜストレートにしたかというと、みんなにすごいめっちゃ個人的な事情なんですが、ストレートな気持ちが改めて昨日の受けて、ストレートな愛がみんなに届きますようにって裏テーマでしたっていう気持ちで、実はストレートにしてました。ストレートな気持ち届けっていう、届いてると思うけどねっていう気持ちでストレートだったんだ実はお団子だと思ってたって、お団子じゃなかったな今日は。初心といえばストレートだよ。お団子はどちらかというと気合い入れとか、あと印象付け、印象、大きなコンサートとかさ、特別な時にやりがちかも。願掛けじゃないけどね。あー劇場入ってました、嬉しい。公演終わりにね配信するとこうやって直接今日行ってたよっていう人のコメントも聞けたりするから嬉しい。今からリップしても間に合いませんので、明日髪型イネチャレンジ3つ溜まってるので押していきます。やばい、めっちゃメイクが今ボロボロだから遠くにするとか言いながら近くにしちゃうけど、あっ、おじゃまさん、あっ、めっちゃボソボソだった。いやー、そう今日ね、今日の公演は終わった、やったっていう気持ちではないのが本音でね。今日は桃之助の卒業発表があって、なんだろう、あの感じっていうのもなんか久々だったし、正直嬉しいものではないから悲しい気持ちが強いから、モノスケの発表を受けて、いや驚いたよね。しかもびっくりするし、けど16歳であの決断をしたモノスケって本当にすごいと思うし、ちゃんとやりきったって聞いた時にうんっていう風にうなずいてたのを見て、そしたらもう
悔いはないよね。だからこそ、まああと残り2ヶ月3ヶ月かな、アイドルいっぱい楽しんでほしいし、桃之助のファンの皆さんとも HMS とも SKE48 でたくさん思い出作りたいなって思うし、こうやって自分もいつかもしかしたらっていうか、いつか絶対に来る現実だから、だからこそみんなに悔いなく全力でこれからも応援してほしいです。だから自分も悔いなく全力でがむしゃらにアイドルやるし、みんなにもたくさん押してください。いや寂しいよ本音は、もうてか早すぎっていう本音だよ。まだまだみんなまだまだこれからのメンバーだし、と言ってほしいのが本音だけど、決断をした桃之助はすごいと思うし、素直に思うよね。だからね、今という時間は永遠じゃないんだっていうふうにより実感もしたし、でも SKE メールにも書いたけど、こう自分が16歳の時って何してたんやろって考えた時に、もうそれこそ、まあ、ちょうど入ったぐらい、ちょうど1、2年目ぐらいかな、でその自分と比べたらもう桃之助が大人すぎて、あすごーってなったよね、ほんまに。後輩の卒業はね特に寂しいし、なんか勝手に焦りを感じちゃうのが本音で、あ後輩が決断してるっていうのでね。でも昨日のことでより、でも今の自分はまだその決断はしないなって、だってみんなとまだ叶えたい夢があるし、掴みたいものがあるので、だから、ね、ずっと変わらずそばにいてほしい。ねえ思った、ちょっと待って感動しちゃう。そうアイドルを続けるっていう選択も、こう新しい道に行くっていう選択もどっちもすごいことだよね。そうなんだよ、うん、ちょっとね上手な言葉をかけられず、あの場では、なんかね思い出を作ろうっていうことしか言えなかったし、まだ何が救いってハルコンがね5月に残ってるので、そこでも大きな思い出をね作られたらなって思います。いやね早いよって、もう思わず口に出ちゃったよ、早いもん。てか誰が卒業アップしても早いって言うと思う。
そうだよ、みんなは絶対にチカがその日が来るまでずっとそばにいてもらわなきゃだからね。途中でバイバイなんてさせへんし、したらもう覚えててね。久々にね、劇場公演でなんかあのタイミングでの、あと声出しがある状態でのね、卒業発表やったから、なんか嫌な、あの全然そういう悪い意味じゃなくてね、昔いろいろ経験してきて、寂しさがグッときたよね。意外とやきもち焼き、めっちゃやきもち焼きだよね。てか最近になってめっちゃ出すようになったくない？この多分数年前から推してくれてる人からしたら想像できひん松本千佳子な気がするけど、それがそうです。すいません、重いです。私そうよくち意地悪しないでねって。だってみんなが意地悪してくるもん、夢の中で。もうないけど、最近夢を見る間もなく爆睡してるので。やきもち焼く、焼かせてくる人嫌い嫌いです。そう、より素直になったってこと。大人ほんと、今日のちょっと映画飯はね、と紹介したかったやつやってんけど、明日にするね、遅いのでごめんよ。なんか今の自分にとみんなにぴったりだなっていう映画で。そう、作ってるよ、画像はね。明日また告知するね。明日は雨みたい、お天気予報が悪いのでブルーですが、あ、ハルコン友達と言ったら友達がチカちゃん推しになったよ。なんと、本当に推し変させちゃダメだよ あと、あぶね、オンライン特典会もろもろの受付が始まってるので、ツイッターの方にあのいつも告知用画像を担当してくれる私のファンの方が分かりやすい画像を作ってくれたので、そちらの参考にしつつ応募してね。新しい宝物をまた一つ増やしてね。リアルタイムでね、4月23日やるねんけど、23日のリアルタイムじゃなくても後からねアーカイブで見れるので、その日予定無理だって思っても大丈夫なので応募してね。しっかりファンの人の作ってくれる画像に甘えてます。すごいなんかいろんな人に褒めていただき、あの家族も褒めてくれています。すごいねって。しっかり保存しておりますね。なんか久しぶりに朝からやったくない？嬉しい、早起きみんなも大変か。でもみんないいじゃん、お家から見れるもん。お家から見るんだよそれ、寝ながらでもいいしね。自分あれでもタイミングがちょっと難しいから見る、いつどこで呼ばれるかわからんからね、ずっと見とかなきゃなんだけど、ま全然いいよね、みんな見てくれるよね。
応募してくださいね。結構応募期間があるけど、それに、油断せずにすぐに今日配信、まあまだ応募してないっていう人いたらすぐに配信終わったらやるんだよ。でもトーク会と握手会でもいっぱい来てほしいからよろしくね。まだ日程出てへんから分からへんけど、そう今日のカメラはね手で持ってるから動く。ねえ、そろそろおやすみなさいかな。おやすみなさい。今日も一日みんなお疲れ様でした。また明日もいい日になりますように。ボサボサで失礼しました。あと1分だって。おやすみ。おやすみっていう顔。今日もキレートレモン飲んで寝る。昨日もねキレートレモン飲んだ。ありがとうみんな。おやすみ。バイバイ。いつ終わるかな。